はい、ここからは声ありで、すいません、収録ミスってましたね。久しぶりにね、パソコン再起動かけたんですけど、たまにね、設定が変わっちゃうんですよね。はい、じゃあね、マップの方、今いるのがここかな。で、こっちの方面に行ってみましょう。はい、ここに着きましたね。じゃあここから、東の方に向かいます。おっと、ゴブリン、お初ですね。これ、どんな顔になってんだ、これ。ちょっとよくわかんないですね。このゲームではゴブリンって結構強いのかな。アストラルゲート効くのかな？これ魔族なのかな？なんか尻尾がね、魔族っぽい。ちょっとごめんなさいね。なんかしゃっくり出ててさ。変な声出ちゃったらごめんなさい。試してみるか。おお、すげえ。ああ、効かないんだ。
パイクスティールすごすぎんな。いやいやいや、本当に設定を間違えてるのかって書かれてましたけどね。確かに思っちゃうね、この威力は。思ったより硬いんだな。はい、やっと終わりました。レザーヘルム一応もらっとくか。スカウト100、ロード100、どうすっかな。はい、今いる場所どこだっけ。ここか。
結構広いな。湿った地面には、わずかに小さな足跡がついていた。それは跳ね回る小さな生き物の足跡のようで、近くの藪の中へ続いていた。ゴブリンかな？忘れしたけど、ここ沼地なんだよね。藪の中ね。あ、こっちか。こっちかな。なんもないね。なんもないですね。藪ってどこよ。藪？近くの藪の中へ。なんだろう、なんかアイテム使うのかな。なんかあれかな、餌的なもの設置しておびき寄せるとか。6000。あ、ワインの瓶があるのか。おお、栓付き瓶。
瓶の信託状と何かが関係ありそうですね。清水。あ、バラの花びらって結局何なんだろうね。調べてないわ。わからん。一応ここに書いとくか。小さな足跡が藪の中に続いている。あ、水上か。そういえば、あれがあるんだから、この上も歩けんのか。じゃあ、この先まで歩いていっちゃおうかな。あそこのフロアじゃないと使えないんだ。聞かない。魔法聞きづらいのか。ショートボウいらんな。よく見たら MZ1500 やばい。
見たこともないような奇妙な光景が目の前に展開していた。たくさんの腕と足を持った尋常ならざる姿の男が、沼の端に生えているキノコのてっぺんに座っていたのである。クトゥルフみたいだな。キノコのてっぺんに座っていたのである。男は神経質で興奮しやすそうな感じであった。これは見た目で判断してるんですかね。キノコの上に座る神経質そうな男。メモしておきましょうか。キノコの上に座る神経質そうな男。NPC なのかな？男？そういうことか。香りのきついキノコの上に腰掛けた巨大な虫のような姿の男は、ペンを使って何やら複雑な数式らしきものを忙しげに紙に書き写していた。と、突然こちらの存在に気づいた男は、驚いて小さく鼻を鳴らし紙を取り落とした。なんということだ。彼の小さな瞳は鼻の上で大きく見開かれ、しばらくこちらをじっと見つめた後に、ついに口を開いた。タバコはやらんのだろ？どうかね。見つけてくれたのか？何を？
芋虫。お香。なんだろう、お香。なんか関係ありそうだな。パンフルート。あ、これは楽器ですかね。なんだろう。ちょっと調べてみますか。装備品。はい、パンフルートは、チャームか。いらないかな、とりあえずはな。瓶の信託所。瓶。マナイが瓶は持ってない。瓶は持ってんだよな。瓶は持ってんだけど、瓶をどうすりゃいいんだろうな。ああ、メモは？ペン。ごくごく普通のペンじゃ。名前わかんないの？名前。わしは要するに芋虫じゃ。どうすか。でかいね。芋虫ってさ、幼虫なわけじゃん。結構な年っぽいよね、なんか。小腸ならないのかな？っていうか、この、ブラブラしてる部分がちょっと気持ち悪いんだけど。そうですね。何を聞きゃいいんだろうな。それは知らない。なんか瓶についてわかると思ったのにな。とりあえずマップを完成させちゃおうか。なんもない。
はい、こんなとこかな。これでほぼほぼ出来上がりだと思うんだけど。多分こんな感じでしょう。まあこの辺はどうせいけないし、まあこんな大した問題じゃないだろう。こんな感じか。こんな感じでしょうかね。はい、そしたらこのフロアに来て何かありそうなのは、まあ、今のイモムシ、こいつから何か情報を得ないといけないよね。ああ、小さな足跡。これについても何か知らないかな。ちなみにタバコについて何？まったくわ、お話しするのも恥ずかしいが、わしは大事な水ギセルをどこかに置いてきて、それがどこだか覚えていないのじゃよ。なるほどっすね。水ギセルをなくしたんだ。水ギセルを、なくしたと。見ての通り、わしは今問題の水ギセルの最後に確認されている物理的座標と、わし自身の正確な時間的空間的位置に関して再計算をしておる。そうすることによって、この宇宙のどこにギセルがあるのかを突き止めようとしておるのじゃ。難しいことを言いますね。去年の夏、島の方に休暇を取りに行った時に、持って行ったのまでは覚えて、結構前だったんだ。夏とかね、あるんだね。てか、去年の夏にイモムシで、今もイモムシなんだ。やっぱ、いつ成虫になるんでしょうね。そこでどこかに預けた覚えもあるのじゃが、一体それがどこだったか。ああ、預かり所みたいなところあったからね。去年の夏、島の方へ休暇を取りに行った時に持って行った。で、どこかに預けた覚えもある。覚えもあるが、どこだったか。てんてんてん。手がかりになるものはたった一つ。わしのポケットに入っていた小さな紙切れだけじゃ。それにはこう書いてあった。ポケットとか ポケットあんだ。手がかりは、ポケットに入っていた小さな紙切れだけ。それにはこう書いてあった。お荷物のお引き取りを。ご希望の場合、担当の者にご連絡ください。お荷物をお引き取りをご希望の場合、担当の者にご連、水ギセルについては、じゃあ、預かり所のお姉さんに聞いてみればいいのかな。なるほどね。わかった。とりあえずじゃあ、その紙切れ。担当。わかんないのか。まあじゃあ次回やるべきことはそこかな。こいつの水ギセルを探してやるってところですかね。さようなら。そしたら何か教えてくれるのかもしれない。
はい、じゃあここまでご視聴していただきましてありがとうございました。次回をお楽しみに。さようなら。